はい、えー、今まではあのー、ランニングゲームを作って、あのー、コースも生成ができるようになって、えー、カーブも入れましたが1、えー、つ多分問題は気づいた、えー、ことがあると思いますが、あのー、石にぶつけるときには死ぬんですけどここで壁をーーぶつけても何もなりませんすこの壁ーーをぶつけても死ぬように、えー、システムを追加したいと思いますでは MOD、えー、のフロアタイル 一番親の最新に作ったフロータイムに行って、えー、この壁にちょっとぶつけた、えー、勝利を入れたいと思います。ですので、えー、この壁を選択して、On Component Hit を追加したいと思います。で、この Other Actor のところからドラッグして、Cast to Run Character でプレイヤーでいることを確認して、このキャラクターの Former で Vector。 をゲットしたいいと思いますあの壁に例えば最初に走っている時にこんな風にぶつけて次に死ぬのはちょっとまあ別にあってもいいんだけどちょっとまずいんですけどこれはまっすぐにぶつけるときに死んでほしいのでここのフォーディレクター走っている方向とヒットした、えー、方向に比べて、えー、その死ぬかどうかを決めたいです。ですのでこのヒットを スプリットして、これ HitNormal をドラッグして forward、ForwardVector とドットプロダクトを使いたいと思います。で、これが、あの、まっすぐぶつけたときに、えー、マイナス1になりますので、これが、え、イクル、え、これはエルイクル、まあ、About 同じか、え、見てみましょう。一応マイナス1に使って、え、で、この e r r o r t o l r n を、 えじゃあ0.1まあ大体マイナス1だったらブランチしてブランチしてそしてプレイヤーのデスを呼びましょうでこれもう一回逆の壁も 作りたいと思いますね。ウォール2もオンコンポ p o n e n t を追加して、便利に、このすぐ下に出てきますので、これを全部コピーしておいて、つなぎ直すばいいです。まずは a c t をキャストして、ヒットをスプリットして、ヒットノーマルをここのドットに入れておきたいと思います。で、えー、これで、えー、大丈夫だと思いますが、プレイしてみましょう。 こんな感じにぶつけても大丈夫なんですけどまっすぐぶつけるときに死にますそれはまっすぐにあの曲がらなかった場合もあるし逆に逆方向に向かってぶつけても死にます素晴らしいでは、えー、最後に、えー、これじゃあちょっと UMG を使って軽くハードをてく えー、作りたいと思います。で、まず、コンテントに新しいフォルダを入れて、あじゃあ、これは、サーパーソン BP の下に入れましょう。ニューフォルダで、UMG。すっごい単純なものを作りたいと思いますが、一応まあ、 結構プロトタイプ作るときにハッドを出すと、えー、情報とか出したりすると、ちょっと原本になりますので、えー、まあ出してみたいと思います。では、あのー、ちょっとスクロールダウンして、ユーザーインターフェースのウィジットブループレントを作りたいと思います。で、これをランハッドが名にしまして、開きたいと思います。で、まあ本当に本当に単純なんですけど、パネルでまずホリゾントルボックスを 入れたいいと思いますでその中にテキストを2つを入れたいと思いますでこの2つを選択してちょっと、えー、フォントの大きさをじゃあ40ぐらいにしましょうはいこんな感じでで1つはコインズと文字にしてもう1個は えーまあ、とりあえず、数字になるんですけど、この数字は、えー、バインドでゲットしたいと思います。ですので、このバインドをクリックして、Create Binding を。で、えー、今まで見た b l u e レ p r i n t のグラフみたいなものが出てきまして、ここで、プレイヤーを、プレイヤーキャラクターをゲットします。これをキャストして、 ランキャラクターにキャストしてでランキャラクターに、えー、トータルコインズという、えー、はんあの変数を入れたのでそれをアクセスしたいと思いますでゲットトータルコインをアクセスしてこのリターンに入れたいと思いますそんなに単純に、えー、キャラクターの えー、変数をアクセスして、ここに出すことができます。で、えー、プレイする前に、これを、あのー、この、UI を、えー、ゲームに出さなきゃいけないんですけど、じゃあ、ランゲームモードに、イベェンクラフィーに行て、ビゲンプレイの、一番最初に、じゃあ、ウィジェットを作って、クリエイトウィジェットで、ランハッド、 でこれをビューポートに追加しましょうにすると今度ゲームプレイしますと左上にそのコイン数が出てますでコイン開く開とどんどん増えていきますまあかなり単純ですけどちょっともうちょっと原幅 なりますでは、あのまあ、これであのいろんな、えー、形ができていまして、コースができてであの、配列からこのコースの床のタイルを出しているので、これいろんなタイプを、えー、出すことができます。今、ランプアップとかランプダウンがありますが、えー、これいろんなパターンを、えー、出すことができます。例えば、あの別のもうちょっとあの練習で、えー、作ったやつがありまして、 こんな風に作ることもできました。全部同じ作り方なんですけど、これもうちょっと見栄えを良くして、例えばこういう橋が伸びるものとか、ギャップがあってジャンプしなきゃいけないとか、これも全部同じシステムで、ただタイルが違うだけです。ギャップがあるタイルを出したりとか、で、アイテムをちょっと増やしたりしてて、これマグネット。まあ、マグネット拾ったんですけど、コインがないから、 分からないですこの爆弾とかも入れたりとか、で、プレアが燃えたり、全然アイテムのデモができないですね。あ、これをやと石を壊すことができます。で、マグネットを取ると、コインが座、えー、れるんですけど、まあ、なかなかそのコインは、そのマグネットは出てこないですね。全部ランダムに出てるので、 出るときと出ないときももちろんあります。<う>あ、これで。はい、マグネット取ったんですけど、コインがなかなかない。はい、これでコインが座りました。で、そのふうに、あのー、まあ、えー、一つのシステムを作って、どんどん、えー、いろんなパターンを増やすことが簡単にできますので、えー、ブループリントはとても素晴らしいと思います。では、あのー、 これであのこのシリーズを終わりにしたいと思いますが皆、えー、さんがあのここでちょっと、えー、何か学んだら、えー、とても嬉しいと思いますのでぜひブループレートを使ってゲームのプロトタイプを、えー、作ってみてください。